パリ時事、テニスの全仏オープンで27日の開幕日に行われるシングルス1回戦の試合順が26日発表され、男子の錦織圭、日清食品、牧。シムジャンビエ、フランスの試合は、第1コートで、午前11時、日本時間午後6時、に始まる女子シングルスに続く第2試合となった。第1コートの第1試合では、奈良クルミ、安藤翔健、が第26シードのバルボラ・ストリツォバ、チェコ、に挑戦。男子の西岡良仁、ミキハウス、は第30シードのフェルナンド・ベルダスコ、スペイン、と顔を合わせる。時事通信社、